DAW レスの鈴木ですです。す。堀田トーク。この番組は DW レッスンの講師2人が DWDTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です DW レッスンはオンライン出張形式でのマンツーマンの DTM レッスンから動画レッスンなどで皆様の音楽制作をサポートするサービスです YouTube にも毎週様々な動画をアップしておりますのでそちらもぜひチェックお願いいたします、はい、ということで ダウトーク3回回目目ですね実は前回の収録で私はとんでもないミスを犯しておりまして、うん、ほう皆様はお気づきになられたでしょうか冒頭で私は DAW トークとか言ってた記憶が、うん、<laughs> <laughs> どっちでもいいよ <laughs> どっちでもよくはないですよ番組名ですからね<ー>これ名前間違えるのはよくないなっていうので。 気をつけていいいきたいと思いますけもスポンサーがいるわけでも何でもないんでね <laughs> 全然困ってないですよ、はい、<laughs> まあまあでもそのなんて言うんでしょう無意識の意思というか、はい、普段言い慣れた言葉に引っ張られるなっていう<ー>な,なんでここだけダウトダウって言ってんだよっていうのはあるんですけどねそうだねダウってちょっとあんまり言わないからな DAW って言うよね <laughs> ホストアプリとかね <laughs> うん、そうですねまあちょっとまた今度機会があればそういう、うん、おいろんな読み方がある、はい、専門用語みたいなのじゃないですかこの辺。まあそうですね、はい、っていうのをちょっとやっても面白いかもなとかって思ったり思わなかったりみたいなうん、うん、そうですねはい感じでございますけれどもはい、はい、今週何をお話ししようかなって思っていたところですね、うん、ちょっとこれは個人的に避けては通れないなっていう製品が出てきてしまいましたのでは、えー、はい、はい今回のテーマは「 それにさせていただこうと思うんですけれども、うん、その製品というのが SSL ですねソリッドステートロジックはははい、はい、はいの最近の新製品といえばやっぱこれでしょうというビッグシックスですね、うん、ミキシングコンソール16チャンネル、うん、デスクトップミキシングコンソールということでですね 2>, 2倍2だったんですね<こ> <laughs> 横幅が <laughs> ビッグって安直やなって思ったけど <laughs> <laughs> そうそうそう,そうちょっとその前を何て言うんでしょう製品概要に入る前にちょっともわもわお話を始めたいと思うんですけどはい、はい、ビッグシックスってまず名前かっこ借りたと思ってたんですよ私あ<ー>あの。結構海外フォーラムとかでもだいぶ前から言われてて、うん、<も>開発番号みたいなそう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 ,うん、うん、通称ビッグシックスみたいな、うん、コンセプトタイトルかなと思ってたんですけどはい、はい、えまさか正式名称なのみたいなのはありましたよ。 これなかなかの名前ですよね。シックスだけでよかったからね。だってス関係ないもんもう、みたいな。もうそうだし、このフロントのところにね、あの、画像を見ていただければすぐ分かると思うんですけど、ビッグシッスって、みたいな、ビッグママみたいな感じじゃなんか、うん。まあでもそういうノリノりなのかな、もしかしたら。いや、でも、ちょっと一歩引いて考えたら、はいはい。シックスが出たときに、すげえってみんな注目したじゃないですか、面白いって言って。はいはい。 でも同時に「えっ?」ていうちょっと否定的なっていうか懐疑的なところもありましたよね。うん、チャンネル丹念じゃねとか、うん、もっとでかくしてよそういう意味では僕らが僕らっていうか、はい、その欲しがったものっていうものを、うん、名前的にもスペック的にも <laughs> やっちゃいましたみたいなのが <laughs> こいつなのかなっていう。 そうっすねだいぶ、ね、こう1冊1冊2みたいな感じで来た感じですけど堀田先生風に言うとやっちまったなみたいな感じなんですよこれうんやったな役これみたいなそうですねまあでもね <laughs> 倍になった分だけいいことも倍になってるはずなんでね <laughs> そうですねまあちょっと概要を今<お>今上がってるところまで読んできますねはい「ビッグシックスは6スデスクトップミキサーをベースにアーティストやプロデューサーエンジニアからのフィードバックを反映し うん、SSL 伝統のラージフォーマットコンソールの機能に USB インターフェースを組み合わせることで得られる自由度の高いルーティング機能によってこれまでスタジオで SSL コンソールを使うことで実現してきたプロフェッショナルのクオリティ機能ワークフローをどこでも実現できる SSL ハイブリッドプロダクションのネクストステップとして開発されたスタジオグレードのミキシングコンソールですとはい、はい、マイクプリアンプこれはスーパーアナログですかねのプリアンプが倍の 4つに4系統になりました、はい、でスーパーアナログのステレオチャンネルライン向けですね、うん、これも4系統、うん、という構成になっていて嬉しかったのが EQ が3バンドになったってことかなとオリジナル6の時ってハイ f l f の 2, 2バンドだったんですけどそれが3バンドになったよっていうのと、うん、ちょっとちっちゃい話になっちゃうんですけどチャンネルについてるコンプレッサー うん、これが多分設計が変わってるはずですね。<ー>はい、というかあのオリジナル6以降で、うん、あの6チャンネルってあったじゃないですか500シリーズの、はい、あそこからもコンプレッサーの,あの定期の感度というか、うん、が実は違うんですけどうん、うん、それは新しいフォーマットになってるよという感じですかね。な,ねなのであとやっぱり大きいのが USB のインターフェースになるっていうところですかね。 全チャンネルに USB のアウトプット w i t h ストがついてるので、はい、これだけで挙動することができますよっていう風にもできるし、うん、っていうなんで以前にこれ YouTube のほ you うの,の動画でアップしていた t a s ム a m のモデル12とか覚えてます覚えてますよあんな感じで使える SSL のコンソールという,うんすごいですねはい、うん、いう感じなのかなと思いますねはいはい、はい あとは、そのマスターセクション、SSL といえば、やっぱこれですよね。G バスコンプレッサー。うん、バスコンプ。まあ、これは今まで通りなんですけれども、はい、ここにオートリリースのボタンがついたよと。<ー>これが6からの変更点ですかね。はいはいはい。まあ、SSL を知ってる人からすると、おーってなってくれるようなところをちゃんと詰めてきているという感じなのかなと思いますね。 e 級がワンバウンド追加されてるのは一番でかいんじゃないですかなんだかんだそうですね実践的に使えるよってことにもなってくるわけでしょうんやっぱりミッドいじりたいよねってなりますよね <laughs> うんうん <laughs> というニーズを満たしてくれると、はい、あと、まあ、チャンネル数が多くなったからということだとは思うんですけれども、うん、ヘッドホンが2系統になったりですとか、うん、ちょくちょくとよく見ると変わってるよっていう うん、ところもありますね、うん、なるほどね、まあ、サミングとかもね使えるようす。これぐらいになってくるとねやっぱりやっぱりねあのスも良かったんですよあのお値段とサイズ感とあとデザイン感、うんうん、総合的に含めて結構魅力的なプロダクトだなっていうのは出た時から思っていて、はい、以前にどこかでお話ししたと思うんですけどリリースされた時に私はカートに登録まではいったんですよ うん、なんですけどもそこの購入ボタンを押さなかったっていう感じだったんですがなんでえっうんとこれは特にやっぱりステレオインプットとかサミング用途で使いたいなっていうのがあったので、うん、そうなると見えるところに私ちょっとケーブルがあるのがあんまり好きではなくて、うん、これはいい悪いではなくて好みの話です。うん なので改めて見たらあれみたいに思ったっていうなるほどねまあでも前段にある方がつなぎ替えとかは楽だからなっていうのが、ね、そうなんですよただ、うん、ラインものとかはつなぎっぱいにするじゃないですか、うん、で今回そこも実は改良されていて、うん、背面パネルを見ていただくとですね、うん、ステレオのインプットは全部背面にまとまってるんですよ、えー、なんでフロントに刺さるのは、うん、マイク要は XLL 系ぐらい 主なととこだあとヘッドホンとかおっすっきりしたねみたいな感じになってますねはいはいはいあと個人的におおっての思ったのは今まで背面のインサートとか使おうと思うと D サブだったんですよコネクタケーブルがそれが全部 TRS になってるよっていううん何気にでかいねうんやっぱり D サブは D サブで便利なんですけどうん コンパクトですしね端子もちっちゃくて済むんでいいんですけど、うん、いかんせんちょっとこう D サブケーブルってお値段もしちゃいますしう,ん、うーんってなりやすいところなのかなとは思うんですよ。はいはい、全チャンネル使うわけってなるとこういう方がやっぱ扱いがってはいいですよねっていう。なるほどねということでちょっとみんながうーんってなるところかなり潰してきてる感は、うん、ありますねこの詩を見てると。 多分まあ6で結構要望とかも入ったんじゃないですかこういうふうにしてほしいみたいなとかうんそうでしょうね多分ね結構いろんなところに出回ってる感はね、うん、あるというか結はい、はい、近場でもね見る方はいますしそうですね、うん、ってことはフィードバックもそれなりに来てるわけでうん。というので、うん、まあかなり完成されたみんなが欲しい仕様にはなってきているのかなと。 いう感じですね、うん、ま,あまだ発売が1月ということで、はい、店頭での展示は始まってるようなんですけれどもまだ実際のところは触れていないので何、うん、ともなんですけれどもというんうん、感じですね。あえてちょっとそ,、まあ、そうなっちゃうよねってところではあるんですけれどもとなると価格の部分ですかねやっぱり。40万を超えてくるので、うん、おいそれと変えるものではないかなと。 うんですが狙ってるユーザーはどの辺なんだろうね、うん、この辺になってくると。うーん、まあでもそうですね、SSL のコンソールは欲しいけど、うん、あのそんなにう100万は出せませんよとか、うん、プロジェクトスタジオとか、結構、ガチめのホームスタジオ系なのではないかなとは思うんですけどね。はは、うん、はいはい、はい シックスとか持ってる方は結構申請屋さんとかがなんか申請屋さんというか申請の人が入れてるイメージがあったんですけどあそうですねあと DJ の方とかでも何人か見たことあるかななるほど、ねうん、手元で信号をまとめたいとかっていう場合なんでさっきの話そうですねはい、うん、でじゃちょっと話変えていきましょうか<ん> DAW 環境におけるミキサーって どうよっていうところですよね。うん。どうよどうよどうよ。<laughs> どう,ようん。極端なそもそもミキサーの使い道っていうところになるですよね。うん。そうですそうです。いるのっていらないのって言われたら、うん、いや必ずしも必要ではないよねっていうのがあると思うんですね。うん。一昔前だったりするとインターフェースの出力をミキサーに入れて、うん。そこからモニタースピーカーにっていうのが多かったと思うんですよシステムとして。うん。なんですけど、うん、今そうやってやっ メリットもあんまりないですし、うん、使われてる方もちょっと少ないのかなと思うんですけどねミキサーって。うんどうなんでしょうねだいぶその様式というか変わってきたのもあるからそうですねでかいコンソールが、まあ、ミキサーがあってっていうパターンはだいぶ減ったんではとは思うかな。まあ、シンセルズバズバ並べてるホームスタジオの方とかもだいぶプラグイン化したじゃないですか <laughs> そういう意味では。 あと単純にそのミキサーーーのの機能をインターフェースが兼ねるようになっちゃいましたよ、ねうん、その多入出力っていうものもそんなに高くないしミキサーよりも下手したり安く買えますし、はいうん、インターフェース側にもスピーカーの独立したボリュームコントロールがあるよと、うん、なんでこれでやっちゃったらいいじゃん、うん、みたいなまデジタクみたいなな感じになるよねそうですね多入出力モデルの場合はもう本当にデジタルミキサーがもうそのまま入っていてうん、うん、もう下手なデジタルミキサー よりも自由度あるじゃんとか利便性高いじゃんみたいな感じになってしまうと、うん、いうところは確かにあるのかなと思うので、そうですね。うんうんうん。なんですけれども、まあここに対して一個大きなアプローチとしては、アナログのサミングができますよっていうのが一ついいところなのかなと思うんですよね。ここのシックスグシリーズとかがワクワクポイントとしては、うんうん。そもそもサミングってどれぐらいの規模のミキサーからするものですか？うんうん 万ぐらいのミミキキササーから万するミキサーまであるじゃないですかそのサミングっていうそのいわゆるえっと一回そのデジタルのものからアナログのものに通し直すっていうその行為っていうのはどれぐらいのところから考えていくと効果的だよとかなんかいい感じになりやすいよみたいなのとかってあるのかな意外とその高いやつはねあるけど うんうん例えばヤマハの MG シリーズとか三万ぐらいとか二万ぐらいだと思うんですけどそういう時でもサミングっていう概念はあってもいいかなっていうところだったりするのかな個人的には、うん、いらないと思いますおうそうなんだその心は、うん、え音汚すだけな気がしますああなるほどねサミングってやつになってくると、うん、僕もその正直サミングってどこから、うん 考えはいはいはいそうそうそうでも音を変質させるっていう意味ではまあどのタクだ変わりますよ変わりますよはいサウンドクラフトであったりとか何なるね値段手頃なところだったりとかさっきとかねうんうんとかもあるとは思うんですけどはいはい結構この辺もねでもングミキサーって今流行るの何回目でしょうねっていう感じじゃないですか23回目ぐらいだと思うんですよそのこのレコーディング界で 一定のこう波で周期でこう盛り上がってシューンってなったりもするじゃないですか。で以前に流行った時要はプロツールズ HDX が出る前あたりですかね、うんうん、の時って割とマッキーの卓で色付けるっていう人いましたよ。とかにマッキーでサミングするって人結構ど,どこら辺になるのかなヒップホップとかでもそうなのかな,なのちょっとハットな音になるよとか。そうですよねはい その質感が欲しくてっていうのはありましたけどねうん安めのミキサーになると多分そういうキャラクターっていうのも明確にあるわけじゃないですしあそもそもサミングミキサーって、えっと、通常のミキサーから回路をなるべく取ったやつですねあの余計な回路を通さないっていうまあ混ぜるだけみたいなやつですねなんでラック,ののミックスドリームみたいな感じでセンサーして出すだけみたいなな感じになってるっていうのが ンサミグででですすすよねねそそううはははいいいなんでフェーダーが付いてないやつがほとんどなんですけど。うううんんんというのであんまり安いもので全否定はしないですよその質感が好きであればっていうのはあるんですけれども基本的に余分な回路を通るのは間違いないのでそれがあんまりいい回路を通らないと汚れちゃうよねっていうトーンが。なるほどねっていうところも事実としてはあると思いますし。うん うんとやったことはありますよあの安めのミキサーで、うんうん、なんですけど、まあ、その手元のフェーダーでマミックスバランスを作れるっていうメリットはあるんですけど、うん、サウンド的なメリットは正直あまり感じなかったかなとは思いますね難しいとこですな、まあ、うちもなんかね、うん、昔にやったことはあったはあったんですけど なんかそのけ大変な割に、あれっもしかしてこれはもうちょっとレベルを上げれば変わるのかみたいな、そもそもサミングとはみたいな気持ちになったんですけど、<laughs> そうですよね、ね今、そのレコーディングの話にもよるんですけど、うん、例えばマイクの音を取るときに、うん、割と手頃な価格のミキサーのマイクプリアンプを通して、ミキサー経由でオーディオインターフェースに入れるよりも、うんうん、インターフェース直の方が圧倒的にクリアに取れるはずなんですよ、うん、音よくっていう。うんうん それがトラックダウンにも関わってくるよっていうのが想像していただけると分かりやすいかなとは思うんですけどね。割と僕の初期の頃の失敗ですね。<laughs> はい、夢はありますよね。夢はあった。そう。ほそっち側から入っていったから。はいはい。うん、なのですけど、実際のところはちょっと現実は甘くないみたいなところはあるかもですね,なるほどね。まあでもその点についてはね、この辺の価格になってくるとまあまあ信頼もできるでしょうし。うんうん。うん まあ試す価値もあるよねというかまあ変質するよね確実にってスーパータルブ通るんだからみたいなあのみんなが知ってる SSL の質感がちゃんとつくのがすごいなって思ったんですようん、うん、あなんかなんかし聞いたことある質感になるぞみたいなのあってあとは6というか入れるメリットとしてはやっぱり手元でコントロールできるっていうところかなと思うんですよねいや簡易的なモニターコントローラーにもなってくれるんですよシックスって。 まさに堀田先生が使ってるニュークレアスもあるじゃないですかモニターセクションってはい、はい、ありますねそれと同じやつですよね DIM とかとかあとボリュームとっていう,うん、うん、でそこにあのオルトがついてるんで2系統のスピーカー切り替えもできちゃうよっていうスピーカーの切り替えいいな <laughs> 上手いな必要ですよね必要ですね <laughs> モニターコントローラーたぶん6が 売れたのってそこにもあると思っていて、うん、サミングミキサーモニターコントロールと、うん、あとスーパーアナログマイクプリアンプ 2K と、うん、さあいくらなら出せますかって言った時に、うん、まあ今値段上がっちゃったのであれですけど、うん、対象確かリリースされた時って20万切っっってるぐらいだたたんでしたっけ、うん、多分10万台だった記憶がありますよ。ですよね、うん、だったらいけるみたいな感じだったのではないかなとは思いますけど。 い、まあ、いいギター買うのと同じぐらいですすからねねそうでももともとミキサーの話に戻っちゃうと戻っちゃうとう戻っていくとんだろうねそもそもそのミキサーの役割っていうのは昔はねその卓に何ですか卓じゃないわ卓にん <laughs> 何て言えばいいんだミキサーに入れて、ね、スピーカーに、はい、ドーンだったと思うんですけどうん、うん、今はそれこそなくなってきてだから基本的な、ね、考え方としてはミキサーがミキサー当たる形を見直していけば は見ていけばいいのではみたいな気持ちにもなるんですけどね、うん、いるかいらないかで a w 上の中で言うのであればそもそもどれぐらいね、はい、機材があるとかないとかってところが最初のスタートな気がするんですけどねうんうん、うん、今まあねでも全然普通に曲はできるし十分なクオリティにはあるしみたいな。うんうん、だそこにもう 一し欲しいよとかアナログフレーバーがとかワークフロー的にちょっと楽しいことしたいなってなった時にこういうのが見えてくるのかなとは思うんですけどね。うん、なるほどね。まあ、単純にいっぱい物持ってる人はいいよなっていうふうになるかなって思っちゃうんですけどねうちもなんかね申請がちょいちょい増えてきたりとかしたわけなんですけどたまたまそれこそ。 あの多段入力が入るやつをうちには入れてるから、まあ、スポットそのまま入れるわけなんですけど、うん、ない場合は、はい、まあどうしてもねこうっちゃったなってなるでしょうからそのためにあの質の高いミキサーが欲しいみたいな感じのふうに考えるのは一つありなななんんじゃないかなとは思うんですけどね、うん、やっぱりそこでねサウンドククオリリテティィとかか、うん、ラリティの,もの問題ってあるじゃないですか、うん、せっかくいろんないい音クリアな音が出てるのに、うん、ちょっと残念な音になっちゃうと。 悲しくななっちゃうよねみたいなところはやりますからねもの、うん、が入ると抵抗がかかるわけからね <laughs> どうしても何かそのもともとあったところからは少し変質していくんだとは思うんですけど、うん、確かにそうだ、ね、い,いろいろ手元に例えば EQ とかがあっていじれて楽しいっていうのとは別のベクトルの話をしてますけどね、うん、今音が変わっちゃうっていうのはそれがん回どうかっていうのはまたねそうですねはいうん、うん、メリットがあればっていうデメリットにはある部分もゼロじゃないよっていう、うん、はいはい。 ね、って感じです三木、ね、さんに関しては、まあ。なので値段が値段なので大ヒットはなかなかしないと思うんですけれども。うん、<laughs> そうだね。ポンポン売れるような感じではないのかもしれないけど夢のあるプロダクトですよね、うん、あの正直に言えばビッグシック6はちょっと期待をしていて、うん、で出た時にまあこのデザイン的なものとかも含めて、うん、ちょっと親って思ってしまったところもあって。うん それから改めてもう一回通常6を見たらこれいいなって思ってきたところはありますね通常側もうん通常の方が改めてよく見えてきたところはありますねこのサイズ感と可わらしさとんでも安っちくない感じというかいいなみたいな所有欲を満たしやすいってことでもあるのかなそうですねかなと物は結構そういうとこもありますよね実際大事ですよはい これかっこいいなみたいなやつで自分の好きな感じになってくるやつがハマるとやっぱいいですからねうん、うん、あとやっぱりなんだかんだその SSL っていうブランドの持ってるイメージというか魅力ってあるじゃないですか、うん、なんで SSL 製品を使ってる優越感みたいなのも <laughs> ペンツ乗ってるみたいな気持ちのやつね <laughs> ありますよねその精神的なものとか <laughs> ついに SSL やったったみたいなっていうのもある当然あると思うのでうんうん そういったとまあでもここ何年間の SSL は本当に大きく一気に変わってきましたねそうですねインターフェースも23万の字出してみたりとかねそうですね SSL2 ですと SSL2 プラスですねうん、うん、だからなんかいわゆる始めやすいところというか使いやすいところのところにも手が届いてみたりまあ相変わらずハイエンドはハイエンドで。 そうですね、とんでもない金額のやつもあるわけで <laughs> いろんなところに手が伸びてるからねんん面白いですよね初めましてから SSL ってやつですからねここの辺はでもねその入り口のところでこれが SSL の雰囲気なんだなっていうのが感じられるのね、うん、嬉しいよねあともう一個の流れとして、うん、やっぱり DAW と親和性が高い製品っていうのが多いかなっては思いますね UF8 から始まり、うん、UF8 はあのミキサー系フィジカルコントローラー、うん でではあるんですけれども、うん、そこに今年ですかね出てきた UC1 はい、はい、チャンネルストリップの形をしたコントローラーとそれのプラグインみたいなの組み合わせを使ってバーチャル SSL コンソールを構築することができるよっていう <laughs> なんか難しくなってきたなコンセプトだったりとかフュージョンとかもまさに今のそうですねはい 今のこのコンピューターの ITB にもうここにこれあったら超幸せになれますよねみたいなプロダクトなんですよとか、まあ、レガシーのコンソールスタイルっていうのもありつつも今の制作スタイルにもいや今のクリエイターさん、うん、作家さんアレンジャーさんミュージシャンに向けてこういうのってよくねみたいなのを提案してきてくれてる感じがすごくして、うん、プラグインも充実してますしねうん、うん、そうですよね。 いいいいかなと思いますろんな方向でこう <laughs> 使ってくれって感じになってる雰囲気があるというか昔もっとなんかね,ねなんか高値じゃないですけど最低なんかワンラックのワンユーラックのやつぐらいでやっと手が届くかなぐらいだったような気がするんですけどだいぶそれがね、考えるとねいろ、ねうん、んなところでこう見えてくるんですよね。本当プラグインは充実してますからねうん フ、うん、ュージョンも各セクションがプラグインになったりとかっていう風になってきてたりするのでそうしたら当然プラグイン価格なので100ドル程度からみたいなふうん、って風に使えますから要素を味わっていただいてハードもどうですかみたいな感じになってきてるのは、まあ、非常にいいかなとは思っていますが、うん、そうですね確かに確かに、うん、いやどうですか UC1 いやまだないですね 私もお店で触っただけなんですけど、うん、質感はすごくいいですよ <laughs> <ー>。え質感はすごくよくて触るとあいいなってなるんですよそこが危ない危ない危ない買 <laughs> ってしまいそうになるうんそうなんですよお値段もない価格じゃないんですよね、うんまあ、ある程度行くとね置き場所との戦いになってくるからなこの辺はそうなんですよなんで えっと、自分を買わない言い訳としては置き場所がないよっていうのと「うん、いや待て今はまだ対応プラグインが少ないぞと」とうん、うん、その2つですね <laughs> <laughs> まあ導入の際はぜひ <laughs> いや魅力的なプロダクトではやっぱりありますからねツッコミはいろいろありますよ常に真ん中にバスコンプがある必要があるのかとかうん、うん、その分ちっちゃくしてくれとかっていうのはあるんですけどうんうん、うん まあ、そうやって言ってると本当にキりがないのでこれはこれで絶対いいものですからねそうですねうんまあその辺も楽しみにしていきながらみたいなう,、ね、うんそうですねやっぱりちょっとなんで最近 SSL が大きく舵を切ってるのはいろんな意味で来年も注目かなとは思ってますようんまあ実際かっこいいのが増えた気がするんだよなここそうですね<ん>か,かっこいいし,し、ね、<laughs> かっこいいし手が届くところにあるんですよね今 ちょっと頑張ればうんなんか一昔前の雰囲気とちょっとまた変わった感じがしていてうん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 で実際パスコンプのね真ん中にあるやつってかっこいいやないかみたいな感じになるわけじゃないですか結局そうですそうですねうわ <laughs> って目を引きますしね <laughs> でなんでそこにメーターがついとるんじゃみたいなふうに思うけどこれはこれでかっこいいですからね、うん、いやでもそれこそちょっと話戻っちゃいますけどははい、はいシックスシリーズと他のミキサーの うん、例えば大きな見た目の違いとしてフェーダーストロークが長いよっていう、うん、100mm あるよっていうのと、えーうん、あと各チャンネルルにレベルメータータがついいててるっででかかくないですかそうだねそれはそうだわ、うんうん、なのでそこにレベルメーターが必要かどうかっていうのもまあ人だった方が便利なんですけど、うん、よりも手元でピコピコしてるってかっこいいじゃんみたいな <laughs> ってところもゼロじゃないじゃないですかやっぱりその。そうかもしれないうん確かに。 うん、あるとより嬉しいいみたいなやつです、ね、で,そうですそうですねねそうん、まあもちろんこれがあることによって <laughs> 把握できる情報が増えるのであれなんですけどねっていう前提に話しし、うん、お話ししてますけど。うんうん、とかっていうのでやっぱハードウェアならではの良さというかそういうところがありますよ、うん。まあ持ち物として楽しいってところもでかいよってところですね要するに、うん。そうですねうん、うんあ。IO にもなるっていうんでね、まあ、そういう意味ではいいっすよね。 うん、そのクオリティがどうかは本当に気になるところですけれどもうちニュークリアスのあのもう USB のインターフェースついてるんですけどはい全然良かったっすようん解像度めっちゃ高いですへえ今、まあ、SSL 系のサウンドなんですねじゃあまあそうですね結構すきっとした感じのうんうんうん奥行きも綺麗に見えてまあいいですねっていうようなだから意外意外でしたコンソールっていうイメージってよりですかね <laughs> インターフェースってよりかは、うん、それはおまけじゃんって思ってたぐらいだったんですけど よくよく考えてみたらそういえばここのメーカープラグインも出してるわみたいなそうですねそうですねとかもそうだし、ね、はいなんであーああみたいな感じになりました最初全然使ってなかったんですけど、うん、後から変わりましたもんねいやどうですかシックスに置き換えとかう,んうちはそんなにものがねその考え方で言うとそんなにないからいらないかなっていうふうになっちゃうんですけどでもなんですかねこの スーパーアナログ4機ついてるっていうのはでかいなーって気持ちにはなるかな4機っていうかもっとわるのかステレオでは考えるとっていうのでプリのねこと考えたらいいかなーって思うところはありますねそうですねマイクプリも普通にですからねうち500の持ってますけどうん今使ってるのも私の声を通ってるのも500のスーパーアナログですねへえそうなんですねまあそういう意味ではいいなーって思っちゃうなマイク アコギで撮る時もステレオでポンポンってやってもう2個埋めてうん、うん、で、えー、アコギエレアコ側のピエゾのやつ1個入れてて全部1個でまとまるんでしょめっちゃいいじゃないですか。はいということで今回は、はい、ちょっとあまり大きい製品だったので1本使ってしまいましたけれどもうん、うん、SSL ビッグシックスを見つつミキサー同様みたいなうん、うん、話をしてきましたけれども、うん、どうですかこれビッッグシックスを見た後に 改めて6見るとさっき私の言ってた意味なんとなく見えてきませんこれいいなみたいな <laughs> そうだねしかも、まあね、値段約半分みたいなうん、うん、っていう感じだったりしますので、うん、まあまあぶっちゃけじゃあ話をしちゃうと、うん、ビッグ6を買って6を売った人が中古市場に安く手に入ったら超嬉しいなとか思っていたりもしますよっていうああクラスアップする人もまあいるよね確かにねうん でもちろん今度ビッグシックスはあのエクサナルインプットに6と組み合わせられますよとは言ってますけど、うん、いやでも1個でいいっすわっていうケースが多分多いと思うのでうん、うん、スペース的にもうん、うん、そういうのが多分リリースされるとちょくちょく出るのではないかなと思っていますので 1>, はい、はい、1月の中古市場とかは、うん、ちょっと気になっている方はチェックしてもいってもいいかなと、うんはい、思っております、はい、ということで今回のダウトークは。 s スエスビッグシックスでお話遊んでみました。はい、ご視聴ありがとうございました。